はい、じゃあ、タッチアップをしていきたいと思います。まずね、青系の、ブルー系の方のタッチアップからしていきます。色をね、ある程度調合したものを使っていきます。ちょっと濃いですかね。今回濃いかな。青が濃いかもしれないですね。この断面ね。一応ここを塗っておきます。モントウイングですね。はい。この翼端板のところの接点っていうんですかね、そこになるんですが、ここね、意外と目立つんですね、白いとね。はい。で、この貼り合わせ部分のね、こういうとこもね、きます。貼り合わせてからだとね、これタッチアップできなくなっちゃうんで。はい、次に大物パーツですね。大物パーツの中で青い部分があるパーツだけ残して、はい、断面をですね、今塗ってます。
ちょっとはみ出しちゃいましたね。しょうがねえな。下手くそなタッチアップでした。もし、お恥ずかしい。こんな感じですかね。ちょっと薄めのものを液を作って薄くして塗ってみようと思います。薄めて塗ろうと思います。こういうね、角みたいなとこね。薄く塗ってちょうどかな。このくらいでちょうどですね。本当に目立っちゃうんで、はい。この辺もねずっと塗っていきたいんですけど、ルーバーを。ドブドブですが、ドブドブ気味ですが、薄めのものでたくさん重ねる塗りをしているという感じですね。そうしないとうまく乗らないんですよね。乗らないし、うまくいかないんで、ちょっと日向のとこでたくさん塗ったので、乾燥させます。ちょっとルーバーをね大きく開き気味にして、全体ルーバー部分をね、全体をこう薄い色で塗るというような感じでタッチアップしていきたいと思います。
ちょっとね、この辺のタッチアップはね、難しいですね。とりあえず薄めのね、色でね、色っていうか、かなり水で薄めたものをね、塗ってます。どうしてもこのルーバーの断面ですね、ここの部分のタッチアップは難しいものですから、薄めのものを全体に塗ってしまうというような格好でやってみてます。いいですね、このぐらいがちょうどいいかな。もね、日向にしときます。あとは青いパーツはこれか。はい、まず青いパーツをね、中心にタッチアップしてます。ですね、フロントウィングの横端板です。はい、ミラーですね、バックミラー。
はい、だいたい青いパーツのタッチアップはこれで OK ですかね。ちょっと見てみましょうね。チェックしてみましょう。あとこれかな。ここに入ってる部分がどうでしょう。これも黒い。黒い。ヘルメットぐらいですかね。ヘルメットと。ですね、シートベルトですね、黒いですね、はい、これを青い部分だけねタッチアップしておきましょうかね。はい、これで大体多いものは終わりかな。青が終わりですね。青のタッチアップはこれで大体終わりです。一応ね、これで終わりますが、あともう一回ね組み立てながらタッチアップの必要が出てくるところもあると思いますので、塗料は取っときますけどもね、塗料は取っておきながら、はい、ちょっと黒を行く前に一回切りましょう。